はい、アンナム側でフレイです。続投ですね。まあこれもね、今回も、あ、やべ、スペシャリストになってない、アサルトになってますね。まあ適当に突っ込んで暴れて死んでスペシャリストに戻しましょうか。スペシャリストの筋トレスキルはね、前回クソ強いクソ強いって言ったんですけどね、今回ももうね、強キャラばっか使って試合展開を有利に進めていこうかな。バンガードポーンとぶちかまして、ヒルを取っていく。お、いた。ほら。ああ、仕切らし入ったか。こっちも来てんのかな。ああ、味方か。なかなかちょっと死ねないですね。まあ上から出てくるってのは分かってるんで。あ、奥の方がいいかな。さあ、奥の敵を。おっと、おぉ、バリア張ってたけど、なんとか二人倒して、やられましたね。さあ、1000ポイント。で、ここでスペシャリストを使って、ポイントを稼いでいく。まあ、いつの間にかレベル7になっちゃってる、スペシャリスト。さあ、早速スキルを発動して、裏から入ろうと。あ、もうね、は、もうね、そんな感じ？おい、ほい、ほい。うわぁ、バリア張ってでもこっち勝つで。なんなの、この威力。やばすぎでしょ。これやばいわ。これ多分なんか、なるほどね。裏取ってたわけだ。これはちょっとバランスブレイカーっぽい気がしてきたな。バリア張ってるやつも勝っちゃうの。さあ、裏取っていこうか。まあなんかね、この2つ目のスキルに特化した装備カードつけてるんでね、ゴールドカードかな。もう本当に強いとこをガンガン伸ばしたスペシャリストになっちゃってます。まあ、時間がね長いんだよね今。はい、後ろ取っていく。で、荷物は取られてない。どうしようか。こっち、あ、こっち来たね。ちょっとボム投げて、ここで待とうかな。おっと、思ったら後ろかい。やるね。やられた。結構攻められてる。もう取られたかな。あ、まだ取られていないか。あ、いるいるいる。よし、一人やった。スキル発動して。はい。最強の DPS で。サクッと。おお、これ敵だらけじゃん。なんだ、俺の目どうしたの？全然気づかなかった。あ、つかもう、お姉さん使えるわ。さあ、お姉さん。お姉さん行きます。さあ、超 DPS のジェットパック。あれ？ミレニアムファルコンの方が自分か？あ、右から音聞こえるな。こっちいるでしょ。あ、いた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 。一人倒してくれ。おっと、この辺から敵が出てくると思ったけど、いねえな。ロケットをぶち込みたい。案外敵がいないね。いた。よし、もう一人、もう一人。はは、つえー、これ威力やばいよ。本当にライフこそ少ないけど、でやばくなった。こうやってね、こうやって逃げりゃいいんですよ。こうやってで逃げてライフマックスなるまで頑張ってるみたいなね。いやー、まあね、逃げるのも強いしな。移動に使うってよりは回避に使うもんですね、これは。よし、上を取って。もう倒しきれなかった。さあ、外側から。おっと？お、いたいた、はい。今、頭に当てたから。
あ、いた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 。何？こっちいる？横？中入っていこうかな。あー登れない、ジャンプ力が足りない。ちょっと上の方をね見に行きましょうか。さっき上から撃たれたんでね。ここ行き止まりか。さあここ出て、あ、いるね、いますね。おお、手前も来た。はいはいはい、やってく。さあ反対側をちょっとぶっ飛んで、機体が、いたいたいた、あ、ダメだ、落ちちゃった。いやー届かないんだよね。まあいいか。あ、いたいたいた。えい、ボム投げて。おっと、後ろから撃たれてるから飛んで回避、回復を待って。どこだどこ、どこどこにいんだ。まあ、ちょっと中入ってきます。で、階段のとこに置いたのか、モジュールが。ちょっと上を見ていこうかな。まだここいる？お、いるいるいる。いつの間に。で、一人倒して、あと奥かな？奥にさっきいた気がするけど、いない。いないね。上から見てもいないしな。結構抑えてるね。いい感じに。このジェットパックお姉さんが強すぎて、相手が荷物を取りに来れなくなっちゃったか。お、下？あ、敵いる。やば、いる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 。あ、ダメージ食らってる。ちょっと下がろうかな。下がって。さあ、ロケランを片手に、ぶちかましてやるわ。おっと、いない。あ、いるいる。ほら、うわ、つか！自分に食らった。何やってんだ、ほら。そう、ロケットランチャー苦手だな。もうちょっとちゃんと、身を出してから撃たないと。ディフェンドマークついた。縦マークのとこにいる。敵。いない。あれ、いなくなっちゃった。どうしたんだ。あれ、いないですね。来なくなっちゃったよ。うん。敵がちょっと来なくなってしまいました。この中だったらね、こっちから行くまでだ。さて、あ、いたな、今いたいたいた。はい、ダメージで勝っていく。ちょっと回復入れたいけど、はい、撃っていく。で、近距離で飛んで回避して、ライフを回復させつつ、ちょっと逃げとくか。もう満タンだ。大丈夫だ。あ、奥かな。あ、上にいるね。さあ、突っ込んで、一人、二人、で逃げる。おっと、危ない。いいね、このギリギリのエリアまで突っ込んでって、撃ちまくって帰るみたいなね、方針。で、逃げるみたいな。完全に抑えてるでしょ、もう。これはもう負けないかな。いた！はい。ぶつけていく。よし。ジェットパック無双第2弾ですね、本日の。まあ、ちょっとね、これ強すぎるかな。なんか、修正されそうな気はする。絶対強いな。この、スペシャリストと、なんだこれ、ロケットブーストトゥルーパーっつうの、これ。おぉ、あそこ倒すんかい、あれ。すげえな、精度良すぎでしょ。あんなスナイパーの距離のやつ、ちょんちょんって撃て倒すとか。いかれてるわ。またね。しっかり逃げる。おっと、左に入ったやつ。もう見えてます。奥のやつ。撃つのやめて。ちょっと移動すかな。右の方も見たい。あ、残り21。ちょっと当たんねえな。
一回逃げるか。さあ逃げてライフを回復させて、で別ルートから、お、なんか爆弾ある、ちょっとやめとくか。トラップっぽいんでね。あ、いいね、もうバリアも気にしない。え、近づいてやっていく。そのポイントを稼ぎすぎちゃって、やられたとしてもすぐにこいつまた出てくるよ。ほら、はい、当てていく。これはな、もうこっちがジェットパック使ってたらアイテム出さないと勝てないと思う。おっと危ね、あ、手前の、あー、やられた、ついにやられたが、もうすげー回転してるしこれただ死んでもまたすぐに出てくるんですよ、これすげえな、27キルしてる。さあまた出てきたお姉さん、お姉さん特攻します。はい、当たんね、距離を一気に近づけて後ろから、はい、撃っていく。あ、まだ上にいるね。あれ、いない、降りた、いたいたいた、横から、倒していく。もうあれか、取られそうになってるけど取り返したか。残り8人。さあ奥に見えたぞ、白いやつを。まあロケラン当たらず、ジャンプして飛び降りてきたところを倒して、後ろか、隠れやろ、隠れと。危ねえ、危ねえ、危ねえ、いてててて、てちょっと食らっちゃった、ね、あ、いたいたいた、はい、横から、あ、ジェットパック、うーし、ジェットパック倒した、でかいよこれ。つか後ろにもいるし、あ、いた、あそこにもいる。ここ押さえてたらもう負けねえな。オーバータイム突入。さあロケランを、おい、撃ってく。あ、やられた、やられたけどポイントがまた溜まってるんで続投でございます。あれだな、こいつしか使ってねえじゃん今日。さあ突っ込んで、ああもう時間がね、終わりですね。なんかロケットランチャーでもぶっ放して終わりかな。はい、一人やって、さあ時間が、おい、あ、当たんね、おお、はい、抑えました。なんとかなんとか使う、まあ結構余裕があったんだけど、やっぱねスペシャリストとこのジェットパックの組み合わせは最強なんでね。製品版でどうなるかわかんないけど、体験版のうちはもうこれだけで勝てますね。ということで MVP 全部いただきました。はい、ストライクモード以上です。